思います。お楽しみに。で、私の愛車についてます朝日風防は今こういう感じにね、なってます。どうでしょうかね、デザイン的にいかがでしょうか。もう本当に昔のね、暴走族チックなね、雷族チックなね、そういう、様相になっております。私的にはね、まずこれ実用性が重視です。あの体に受ける風、これをいかに減らすかというところで、この朝日風防という選択肢がね、とりあえず今のところもう完璧にいいのかなという感じです。はい。で、この商品名なんですが、朝日風防のナンバー99というシリーズになります。でね、いろんなね、色とか仕様が出てます。で、私が今つけてるのはね、このスクリーンの中にラメが入ってまして、まあ、これ鉄線なのかなんかちょっとわかんないんですけど、まあ、ラメが入ってて、まあ、万が一こう割れたりした時でも、まあね、飛び散らないよう的な感じになってるのかなと思ってこれを買ったんですけれども、このスクリーン、布だれはね、あちこち破って、ね、こういう感じになってますけども、スクリーン、この自体はすごく軽いです。でね、薄さも、厚さもね、かなり薄いですね。で、普通にアメリカンタイプのね、バイクにつけるような、ああいう風防よりもずっと薄くて軽いです。で、その補強としてこのモールが入ってるんですけれども、あとこのモールとこのメッキのね、板、長い板ですね、これで補強されてます。で、これがもうバーハンにがっつりついていたって、構造的にはシンプルになってます。でね、強度はどうなんだっていうことで、まあ薄いということを今お話はしましたが、薄いからじゃ割れたり震えたり、ね、曲がったりするのかということなんですが、そういった心配はね、まずないですね。大丈夫です。かなり強いです。っていうのも、例えばこれ100キロオーバーで、これつけていたとして、じゃあどうだ、全く問題ないです、ね、110キロとか20キロとか全然大丈夫でしょうね。で、まあ、出したことはないですが、140キロ150キロうん、まあ大丈夫じゃないですか。まあ出したことはないんですけれども、まあそういう感じでね、非常に丈夫ですから、そういった耐久性の面ではね、心配することはないのかなと。で、風はね、本当に当たりません。お腹も冷えません。で、この風防の裏側あたりはもう全然無風状態。逆にね、風がね、後ろから来るような、そういう感じになってます。だから、ちょうどね、これ今つけてるこのアームいうか、この鉄の棒のね、この一番先っぽの方につけると、あのシールドは上に上がりますから、まあ、この一番上に上げたとしたら、もうヘルメットのね、半分ぐらいは風が来ないかなと、いう感じになりますね。で、この布だれもね、結構いい仕事をしてまして、まあ、これで、要はこれがないと、このメーターの間から風が入ってきますよね。で、この布だれがそれを塞いでるという感じでしょうかね。この布だれね、本当にね、これいい仕事、してます。はい。で、まあ、ハンドル周りもね、いろいろつけたり、いろいろしてますけれども、まあ、こういうふうにした場合にもね、まあ、風防があることで、でまあ、風からはそういったものが守られると。いうところで、非常にね、快適に走れます。で、運転してる時の姿勢っていうかね、見え方はまあ大体こんな感じですから、もう全く問題ないですよね。ちょっとね、下に落とし気味に、まあ、してますんで、まあ、この状態で、まあ、ヘルメットから上が、まあ、風が当たるような感じになりますかね。まあ、そういう感じです。まあ、ね、金額的にもね、まあ、1万円ぐらいから1万5000円ぐらいで、まあ、このショート、この今ショートタイプなんですけどね、ついてるのが、まあ、ロングタイプもあります。まあ、ロングタイプなんかにしたらもうね、ヘルメット
もうほぼほぼ隠れちゃうんじゃないかなと思いますよね。うん、まあ視界の方をね気になさらないんであれば、まあそのねシールドに被って、まあ、うん、気にしないって言うんであればもうロングはもうおすすめかなと思いますね。うん、まあシールペタペタ貼り付けてます。うん、まあアキリア買い替えればいいかなという感じですんでね。まあそういう意味で、まあこの朝日風貌、うん、まあちょっとね一辺つけちゃうとね、うん、手放せないかなと、まあそういう感じですね今んとこね。はい、以上でございます。ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしく。